はようございます。ということで、本日やる企画はサイクリング。日焼け対策してポイント、熱中症対策してポイント、全部やで、ね、これも。いや、そうよ、結構マジで暑い、ほんまに危ないレベルやから。熱中症なるから、ね、そう出してるらしいからな、あの今年もね、いや、めちゃめちゃ暑い日なんですけれども、これ今目の前にあのレンタル自転車があるんですけれども、あの乗れるの2人だけです。ここどこ？ここは難波なんですけれども、今から梅田に行きます。梅田はね、はい、自転車乗れるの2人です。あ、自転車乗っていい？歩きです。っていう、この炎天下にするべきじゃない企画を今からします。誰が担当するの？得しません。お前のこと誰が好きなの？お前だけなの。日焼け対策はバッチシやね。長袖着てる。長袖。そうなんです、長袖着てるし。日焼け対策。これは。2人とも黒い。そうなんよ。意味ない。俺に関してはもう黒すぎるんよ。説得力ない。うん、説得力ないよ。意味ない。今は早い、早い、ここから使うから、こっからやる。ということで、早速じゃんけんで2人。じゃんけんないやん。勝った人が負ける人かだけ教えて。勝った人が乗ろう。そらそら、うん、歩きに得はないでも、これに関しては。いや、なんか負けるじゃん、勝ちみたいな。では、じゃんけんで決めたいと思います。はい、ちなみにさ、これさ、ムーン行くまで何も良かったの？あ、うん。自転車組は、どこ寄ってもいいです。あ、どこ寄ってもいい。制限ない。制限ない。スタバもいい。どこでもいいですよ。あれ、自転車の方がいい。そうよ、いいよ。え、でもこれドリンクフードじゃないわ。でも大丈夫。だって座ってね、店内で。あ、そうもいいなって早い。いいよ、早いから。徒歩組。コンビニ5軒見つければで何も買えません。徒歩って不利な方よ。飲み物はもちろん。熱中症対策はしっかりとってもらって。アイス食べたいなとかなっても、あのコンビニ5店舗見つけるまで寄っていけます。はい、そう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 、すぐ見つける。まあそういうルールでやっていきたいなと思います。ではやばい、しかもさ、靴これやで。靴ね、大きいシューズできてますね。絶対勝ちたい顔してるもん。では運命のじゃんけんいきます。せーの、イソメンじゃんけん、じゃんけん、ほい。よっしゃー。でもこのままどこ行こうが自由かもしれない。違う、大阪ペラどこ行こう。まあ、いいかも、いいかも。匂い行ってくるわ。歩けるわけないやん。歩く速度だけじゃない。だ、俺、逆に言うと、もうテンション上がってきた。決まってきた。何気ましいじゃん。そうね。だからある意味ここが歩きペアになるのが一番しんどいかも。そうね、そうね。だからもうペースは任せて。こっちで合わせて結構ループがある。合わせてくる。では梅田に向かいましょう。なんこれポジティブに捉えたら、うんうん、歩くのはしんどい、うん、でコンビニも寄れる制限限られてる、うん、これも全部ポジティブ。あ、ポジティブ、うん、確かに。だってループ乗るイコールお金かかる。しかも運動できてるしな。うん、そう、これ実費やから。確かに、お金かかる。はい、はい、これもチャリン向こうチャリンでコンビニ、向こう自由。別にコンビニだけじゃない、どこでも行けんだろ。もうチャリン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 。こっちチャリン使いたくてもう5軒みたいな感じだろ。金かからん、かからん、かからん、もうかかりますね。歩けば歩く。でも、ベトナム使えるんですよ。あ、あ、ずっと使えませんかも。こうやって乗れると出発ボードと同じコースを使える。あ、これ使えるわ。どこで返却するかを決めたらいい。やっぱ梅田のどっかまで行っちゃう。あ、使えたんでね。違う、ピンクでこってます。あの、すみません。え、もしかしてあれ他全部なかった、無理やった。なんか俺も借りれてんねんけど。行きますか。
あ、これ返却スポット選ばなあかんねんな。言ってるやん。さっきから言ってんじゃん。行きますか。じゃあね、2人とも行こう。頑張って。あなたたちも頑張って。今私たちは地下を通ってナンバー行けるとこまで行こうって言ってます。とりあえず下くぐらないと暑すぎるんで。マジで暑い。ちょっとでも距離を涼しいところで稼ぎます。行ってきます。お揃いです。緑なので緑なのでです。これは緑なのでを買いました。緑なので、はい、なのでなのでやな、はい、緑なのでを買いました。はい、今地上に上がってきて、うん、ここはあるな、涼しい。ほんまや、あの商店街の中はお店がクーラー効かしてもらってるんで、クーラー効かしてもらってる。もう全部おかしい。クーラー効かせてるお店が多いと思うので。どっちか、その液が漏れてる。あ、こっち液なんや、この涼しいの。液体なん。マジでありがたい。マジでありがたい。で、普通に買い物したくなる、ここ通ったら。まあ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 。でも俺ら一応あれやからな、飲み物は買ったけど。あ、キャリーとか引き連れて登場しよう。そうもそうも。キャリー欲しいし。おもろいね、振り切りすぎじゃない。あかん。とりあえずお手洗い行きたいので。それは行こう。今難波なんですけど、四川橋の方に大丸あるね。あるな。あそこに、ちょっとお買い物がてら寄って涼んで休憩しましょう。いや、あー、えぐい。ここは私のね、おすすめのお店です。バナナジュースをよく買うんですけど、今日は我慢。バナナジュースを持って飲みます。だからなので。さあ、お手洗いありがとうございました。こちらこそ、進めました。あら、これさ、向こうってさ、車線問題があるからさ。あるよ。入りたくても入るの大変だったりやん。信号なかったり。もやし、多分あれなかなか普通にその辺止めれへんやろ。確かに。そうやろ。だから、ちなみに、いいこと思いついたんやけど、さっき難波から心斎橋まで来る途中に、商店街の中にマクドあるじゃないですか。あったな。この先行ったらマクドあるんですよ。うん。コンビニ5軒やったらマクド2軒でよくない？あ、同等みたいな。うん、シェイク飲んでいいから。あ、いいよ。イエーイ。ガン決まりしてるか今もこれ。で、ね、あ、でもコンビニ1個見つけたからいけるいける。ああ、コンビニ1、マクド2。ちなみにセブンがあります。人がちょっと通りそうなので私が隠しますね。セブンがありました。あ、近近や。おっはいが、あ、いいいい、これでも、いいいい、終わった。みんな走ってます。まだ終わってない、まだいける。まだいけるよ。希望ある。あ、バカ。いいって、誰も止まってない。見てみろこれ、見渡すよこれ。アホかよ。さっきの渡りかけた時の止まってくれ、めっちゃ面白いんだけど。いや、もう覚えてないって。真似していい？ちょっと撮って。俺本能的に今止まったわけやし。全集中してほしいな。何が斜めやってるやん。何がおもろやわ。斜めやんか。この顔やばいけど、みんな見えない。おしゃれな画角です。おしゃれな画角？うん、斜め画角。聞いてる？状況現象。上昇現象をなんと言うっていうのあるよな。知りません。上昇現象をなんと言う。僕は知りません。もうやめて。やめてよ。教えてくださいみんな。上昇急昇。コメントしゃざむ。コメントしゃざむでお願いします。上昇急昇。はい、これは皆さんがしゃざむとなってコメントください。うわ、待って、ほんまに忘れたけど、こんな感じの歌、誰か教えてください。皆さんがシャザムです。この後、マクドでシェイクを買いたいと思います。かのまさかのローソンが商店街の中にありまして、最高。これで2軒目ということで、マクドに、コンビニにで、5ですね。違う、どういうこと。これで5。マクドまだ2行ってないで、先にあるから。あ、そういうことね。そう、行くよ。はい、コンビニ行きました。3軒目3軒目3軒目、うん、
マクドが発見します。これでもまだやんな、うん、もう一個あんじゃんな。マクドを、いやここで2つ目やで。え、ほんま、うん、さっきあれ1個動画撮ってない、動画撮ってなかったらアウトかな。見つけたからいいじゃん、うん、いや我慢するわ。いいちゃん偉いってコメントください。めんめん売ってる。いや、いるスムージー行ってきます。で、ここでここで休もうや、もう一旦。じゃあ購入しました。それなんですか？牛乳もなか。いいですね。あのちょっとお腹空きすぎて、このスムージーですよね。はい、スムージー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 。作られてる間にもういっぱい食べました。では食べて次に進みたいと思います。先にローソンがあるのでローソンでも買おうかな。あ、お前あそこにローソンある。でもあれカウントってまた1回目から。うん、違う。ボケ2回。あ、もうボケ目つけたら自由。多分ちゃうけど行こう。あ、OK だ。ここから本当に外になります。もう商店街だよ。あと30分。え、ここから？うん。どうない？まだあと30分もあるかな。そうです。頑張りますよ。こうなる30分。そうです。え？どうなる？30分。頑張りましょう。本町って難波と梅田の真ん中じゃない？あと30分。え、まだじゃあ半分も来てない？これそうです。どう道のりは？ああ、世間は許しちゃくやせんよ。許されるように頑張りましょう。はい、ということでですね、開始してから約30分ぐらいですか。あ、経ったんや。多分経ってると思うんですけど、うん、僕だけ未だにループ借りれてません。はい、なんで。なんかちょっとエラーが出るって出て、うん、ちょっとまあループに問い合わせたんですよね、うん、その結果を、うん、まだ青にも伝えてないし、はい、歩き組の2人にも伝えてないんで、うん、2人組に電話しながら伝えたいと思います。はい、キーちゃんにかけますね。出るかな。まあ歩きやから出るでしょう。あ、もしもし、今2人とも聞こえる状況かな。あ、聞こえた方がいいかもですね。まあ順調ですか、順調ですか。はい、あ、よかったよかった。僕まだループ借りれてないんですよ。僕まだループ借りれてなくて、で、あとループの借りる場所3軒ぐらい回ったんですけど、ずっとエラーが出て借りれなくて、はい、で、僕ちょっと問い合わせをしたんですね。あ、ループさんに問い合わせをしたんですね。はい、ちょっとこういうエラーが出てしまってって言ったら、ループ本社もわからん今エラー起きてるらしくて。あ、そうなんや。そう、でも青だけ借りれたんよ。そうっすね、僕だけ借りれなくて、なんか今大変非常に多い問い合わせをいただいておりましてって言われたんですけど。はい、だって僕らまだナンバです。はい。なんでちょっと僕は借りれないので、タクシー乗っていこうかなって。いやいやいや、間に合わんやろがい。まあ、とりあえず、じゃあ、とりあえず梅田には向かいます。はーい、失礼します。ということで僕借りれないです。どう頑張っても借りれないです。そうやね、もうループのエラーなんで。まあ、他の人もな、借りれてなかったから。そうなんでやろう。そう、なんか他の人もおったやん、うん、で借りれてなかったかなんでやろうと思ってたけど、そういうことです。なんで私借りれたんやろな。そういう方も稀にいるらしい。問い合わせするとね。ああ、稀なんや、うん、どうする。どうしよう、一回じゃあどっか止めようかな。タクで行くか。タクで行こう、タクで行こう。しゃ、ありがとう。ありがとうございます。借りれなくてありがとう。いや、こちらことです。いや、ありがとう。もうゆっくり行こうぜ。ループありがとう、うん、ありがとう。終わり。ここに来てもらえへん。ここに来てもらわへん。だってもうトラブルやもん。え、そうやで。結果的にトラブルで、誰もだって言ったら得してないわけよ今、うん、だって向こうもな、向こうってやっぱ勝つっていうところがさ、メリットやん、うん、自転車、うん、乗れへんわけやろ。そう、
ちの勝負もつまらへんから全員の散歩動画やな。そうですね。何してるんですか。この方が楽。全然楽じゃない、それは。絶対暑い。もう行くよ。もうはしゃぐ気温じゃないんですよ、ここはもう。でも暑すぎて脱ぎましたね。ほんまや、気づかぬうちに。さすがにね。到着。どん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 。イエイ。オッケー。うわ、いいな。なんか食べて飲んで。よく歩きました、二人とも。頑張ったやろ。何乗ってきた？え？電車。タコは？タコは？え、なんか電車の方がいいかなって。ああ。その敬意を払って。敬意を払ってくれた。ありがとう。ちなみに2人は歩いて行きました。歩いたよな。めっちゃ通ったで。マジで歩いた。ほんまに頑張った。やろう。え、待って、ないよ。これセブン寄った。そんななんかゆっくりは買ってないけど、アイスだけ買ったな、スムージーと。なるほどね。山城よく頑張りました。ありがとう。お疲れ様です。では、じゃあ帰ろうか。ランカに帰ろうか。ランカに。なしきれ。